じゃあまたマクドナルドです。スパンが短いこれご飯バーガーが最近また始まっとって、さらに今日から水曜日、今日何や28かの水曜日からダブルチーズバーガーのご飯バーガー、ダブルチーズご飯バーガー、いや照り焼きよ。え、いや待って、ちょっと待ってよ。じゃあこっち待って、これ面白い、これだからあれやろ、直樹がレシートもとんじゃん。俺間違ったか。いや、でも注文はダブルチーズでって言ったんじゃない。ちょっと、ほんとこれもダブルチーズなっとってこと、あ、照り焼きなっとってこと。俺間違ったか。やったんじゃん。俺クーポン間違えた。クーポン番号みたいなあれやん。間違った。はい、直樹の間違いでしたこれちょっと待って、あれストップなんて言ってるか分からんかったわ、うっちゃやけどさ、さっきさ直樹がまあまあこれ続きやからあれやけど、これ時間にしたら5時間ぐらい経ったんだよ。ほんで直樹が照り焼きご飯のご飯バーガーの照り焼きを買ってきたよ、間違って。クーポンってさ、番号間違えたらそのちゃんと確認せんかったらそのまま行くやん、クーポン番号で頼んどうから直樹は、うん、でそれをダブルチーズの強心作のダブルチーズのご飯バーガー買ってくる予定だったのに、照り焼きにして帰ってきてから気づいとんの直樹で、俺は照り焼き先動画撮りながら照り焼きやって開けて、まあ動画以下に止めて美味しく照り焼き食べてんけど、直樹と二人でもう直樹そんなんするからもう今日中にと思って、今日夜もう夜中の12時前やで、これ買ってきました。俺も仕事終わりで、これもう晩ご飯前やで、これ食べるわだってさっきさお菓子買ってん、ここな照り焼きバーガーの袋やってん、でもこれちゃんとやっぱダブチはダブチやわ、そらそやんな。うーん、ご飯照り焼きもご飯ダブチもあのハンバーガーの方の袋と一緒やねん。でさっき照り焼きって書いてあってさ、なんで照り焼きやねんと思って開けたらほんまに照り焼きやったから、え、直樹、え、って言ったら直樹がレシート見て、俺や珍しい、帰ってきてから気づいた。直樹、そう、直樹キング珍しいミスしたから、まあこれはもう取り直し。あ、すごい、もうダブルチーズもそう、もうただただご飯に変わっただけでもさ、俺これミスったけどさ、ダブルチーズバーガーも勝ててよかったな。このパティって大きさ一緒なのか、今回大きなっとやんか、ダブルチーズのパティが、それなんやろな、なんかあんまり大きく見えんな、ご飯で挟んだら。味はわかるで多分。でもこれは新商品やねん、ご飯バーガーとしては。前照り焼きや、照り焼きとチキンのやつとベーコンレタスやったから、今回初やねんな。いただきます。うわ、すごいチーズ。肉肉し。やっぱさ、ハンバーガーもダブルチーズバーガーが一番人気っていうのはわかるのと一緒で、ご飯バーガーにしても、ダブルチーズバーガーうまい。あのリゾット食っとうみたい、チーズが多くてご飯とお肉やから、なんかほんまにそんな感じ、リゾット食べたみたいけど美味しい。どっち派？ご飯に合う。何が？どれぞ？照り焼きやったっけ。あ、さっき照り焼きも久しぶりに食べたけど照り焼きも美味しかった。でもご飯にはやっぱ合わへん、あんまり照り焼き、まあ合わへんこともないねんけど、パンの方が美味しいなって感じやねん、やっぱり。これはご飯でも美味しい、新しい美味しさ、ほんまリゾットみたいになとうから、これはこれとして食べる価値はあるけど、値段がな390円か、なんかそんなに80円か、だからやっぱ高い。普通にダブルチーズバーガー食べた方が、でもやっぱさっきさ照り焼きのやつ直樹が間違って食べてんけど、腹持ちはやっぱええわ、パンよりちょ照り焼きバーガー食うよりご飯照り焼き食った方が1個同じ1個やけどお腹も太ったわ。そういう面ではお金が値段が高くても、これをダブルチーズのご飯のやつ1個で、もしかしたら女の人だったら全然お腹パンパンになるかもなっていう感じやな。美味しいわ、リゾットみたいなんで、これはこれでありやと思うわ。値段がもうちょっと安かったらって思うけど、まあレギュラーメニューじゃないからしょうがないな。まあ皆さんもよかったら買ってみてください。これまあまあ美味しいです。直樹くん、あんまり今直樹おらんねんけど、あんま落ち込まんでね、誰でも失敗はあるから、やっぱ失敗ってのがあるから、誰でも誰しもどんだけできる人でも
まあ、それから先やな、この失敗を次に生かすかまたもう一回失敗するかで、まあそのダメなやつとできるやつの差ができてくるよね。直樹くん頑張って、応援してるよ。